それでは設定を行います。まずツールバー右から2番目のレイヤーをタップして、3のレイヤーを選択をタップして閉じます。そしてツール選択ボタンをタップして、下から3番目の塗りつぶしバケツを選択します。続いて機能を設定しますので、ツールバー左から2番目のボタンをタップして、境界透明度スライダーは 72%、 指定レイヤーとレイヤーボックスは3を選択タップして閉じます。続いて色を選択します。少しグレーかかった、色を選択して、線を白を最後に入れます。